2000年からの世界の時価総額ランキングトップ10ちょっと見ていきましょう。3位にドコモが入ってましたね。かなりドコモが、ドコモいなくなってしまいましたね。マイクロソフトが2位に来ました。1位が GE ですね。エクソモーボも来た。マイクロソフトが1位に躍り出ましたね。また GE が出ました。またマイクロソフト、エクソモーボ、この辺りですね。ファイザーもやってきた。 GE 強いですね。2004年でまだ1位です。マイクロソフトが2位、エクソンモーボ来ました。来ましたね、エクソンモーボ。GE がまたエクソンと GE 二強ですね。マイクロソフトもなんとかいますけれども、トヨタが来ましたね。トヨタが、中国来ました。チャイナモバイル、ペトロチャイナが1位でしたね。中国非常に強かった。エクソンモーボ非常に強い。ペトロチャイナが来た。 ICBC、 これ多分中国の銀行ですね。アップルが来た。ついにアポーが来ましたね。中国もすごい。すごいな。IBM が来ましたね。アポーがついに1位に躍り出た。2012年、しかもものすごい勢いで。でもエクソンモーボ来ましたね。エクソンモーボが抜いたんですね、2013年に。素晴らしい。しかしエクソンモーボどんどんガーファに、また来た。すごいなこれ。ウェルスファーゴとかも来てますね。アルファベットが出てきました。バークシャーハサウェイ、これはバフェットの会社ですね。エクソンモーボなかなか強い。アマゾンが来た。メタも来ましたね。アマゾンとメタ、この辺りが来ましたね。ついに五強が来ました。テンセントが来ましたね。アリババも来ました。やはりこの辺りのテック企業がかなり躍り出ましたね。マイクロソフトが1位、初めて1兆ドルを超えてきた。アポーが、サウジアラムコがいきなり来た。アポーが抜かしましたね、これ2000年。サウジアラムコ、マイクロソフト、 TSMC も一番下にありますね。 NVIDIA も来た。 NVIDIA も来ましたけど、今年の7月ですね。現在はアップルが1位だったと思います。ユナイテッドヘルスとかね、ジョンソン&ジョンソン、この辺りも強いですよね。これを見ていただいて分かりますよね。かなり入れ替わりが激しいんです。1年後3年後5年後10年後20年後、このランキングかなり変わってると思います。今中国の経済かなり悪くなってしまってますので、今後はまた違う国が躍り出てくる可能性もあるかと思います。今はガーファムが未来永劫に成長していくと考えている方多いと思いますけれども、歴史を見ると未来永劫というのはありえないんです。実際に最近はメタ、フェイスブックがやばいことになってますよね。今は最強かもしれないアポーやマイクロソフト、アルファベットやアマゾンにもいつ起こってもおかしくないんだということを頭に入れておきたいなというふうに思います。